フロイデンベルクは、ドイツビュルテンベルク州マインタウバーグンに属し、バーデンビュルテンベルク州の最北部、フランクフルトアムマインとビュルツブルッグの間の、マイン川沿いに位置する。フロイデンベルクには、以前は、独立した自治体であったボックルタール、エーベンハイド、ラウエンベルク、ベッセンタールの地区がある。ボックスタールには、ボックスタール地区、トレムホーフの王城、 ゼクミューレン住宅地が含まれる。エーベンハイドは、エーベンハイド地区からなる。フロイデンベルク旧市街と、市壁とフロイデンベルクは1159年に、ルージェン生徒として、初めて記録された。1160年から1200年の間に、ビュルツブルグ市教は、フローベーデンベル非常を建設した。この名は、集落の名に由来する。 1287年にフロイデンベルクは初めて都市として言及されている。1295年9月9日、ビュルツブルグ司教はこの城と都市をベルトハイム博に霊園として与えた。新生セローマ皇帝ルートビヒ4世は1333年に都市権を与えた。これにより州の市を開催し、下級裁判を行う権利を得た。 1362年にカール4世によって関税権が付与された。その14年後、この都市には上級裁判権を授けられた。この頃、この都市は、教会組織上はマインツ市教区に属しながら、世俗社会はビュルツブルグ市教領に属していた。1423年にアムト・フロイデンベルクの所在地となった。 このアムトにはこの都市自身の他にエーベンハイド、ボックスタール及び12の農場が含まれた。最後のベルトハイム博がなくなると、1556年に、この霊園は、ビュルツブルグ市教に変換された。その後一旦は、シュトルベルク博に、霊園として与えられたが、1581年に、霊イ,イコールベルトハイム家に与えられた。17世紀への変わり目ごろ、この町でも、 魔女狩りが盛んになった。1632年までに150人の住民が悪魔あるいは魔女として奮闘に処せられた。この年は1612年にビュルツブルグ市境に再び戻された。陪審家によってフロイデンベルクは1803年にレイ,イコールベルトハイムイコールフロイデンベルク公領となった。しかし1806年には早くもライン同盟の両方とともに バーデン領に移された。最初は、アムトレイイコールベルトハイムイコールフロイデンベルクに属したが、1813年に、このアムトは廃止され、アムトベルトハイムに属すこととなり、1938年に、このアムトを含む、タウバービショフスハイム軍が成立した。1973年の軍域再編によって、新しく設けられたタウバー軍に属したが、 1974年に同軍はマインタウバー軍と解消した。1935年にフロイデンベルクは一旦都市権を失ったが、1956年に再びこれを授けられた。旧教区教会フロイデンベルクでは1525年に宗教改革がなされ、1612年にビュルツブルグ司教に返還されるまでその状態が続いた。 30年戦争の時代、この都市は1631年から1633年までの2年間、プロテスタント都市となった。1654年には、教会組織上も、それまで4世紀にわたって属していた、マイン市教区からビュルツブルグ市教区に移管された。1821年から一時的に、シュパヤー市教区に属した後、 この都市のローマカトリック教会は1827年からフライブルク大司教区に属している。ボックスタールボックスタールボックスタールは1181年にボケッショルとして初めて文献に記録された。1396年にボックスタールの半分がリーデルン家からベルトハイム博に売却された。1423年以降、この村は アムト・フロイデンベルクに属した。1612年に、このアムト全域と共に、ビュルツブルグ市教領となり、それ以後、行政上も、協会組織上も、フロイデンベルクと運命を共にすることとなった。1925年に、トラムハフ地区が合併した。エーベンハイド・エーベンハイドは1294年に、エボノとして、初めて文献に記録された。 1317年からドイツ騎士団が所有者となった。1423年からこの村はアムト・フロイデンベルクに属した。1545年からベルトハイムハクがエーベンハイドの領主となった。1612年にこの村はビュルツブルグ主教領となり、これによりフロイデンベルクの歴史に組み込まれた。ラウエンベルク伝承によれば、ラウエンベルクは4つの 小さな農場を起源とする。このうち、アイデルスホーフだけが、名前が伝わっている。デュルホーフと共にしばしば名前が記録され1375年頃を、最後に、その記述がなくなるホーフビンデルンもおそらくその一つで、あると考えられる。ホーフビンデルンもその地域も他の農場と合併したと、考えられている。 ラウェンベルクの原型となるルウェンバーグという地名は1379年1月3日の記録に初めて現れる。ドイツ騎士団は1379年にこの村を霊園としてエイバーハルト・リュット・フォン・コレンベルクに与えた。15世紀にラウェンベルクの所有権はマインツ選定校に移ったが、リュットは霊園領主の地位に止まった。 ラウエンベルクは15世紀あるいは16世紀から、領主リュッツの支配下に、独自の裁判所と村長を有していた。1576年に、ラウエンベルクは、アムト・ミルテンベルクに編入され、この時12世帯が住んでいた。1635年、リュッツ家の団系が断絶したため、この霊園は、マインツ選定校に返還され、ラウエンベルクは、 オーバーアームとミルテンベルクの所属となり、1803年からはアムとフロイデンベルクに組み込まれた。1813年にアムとフロイデンベルクは廃止された。ラウエンベルクはオーバーアームとベルトハイムに編入され、これにより初めてバーデン領となった。1925年にデュルホーフが合併した。1936年にラウエンベルクは タウバービショフスハイム軍に分離された。1972年にラウエンベルクは独立した自治体の地位を失いフロイデンベルク市に合併した。ベッセンタールベッセンタールは1309年12月28日の記録にウェジンジェンサルとして初めて記述されている。フロイデンベルクの視聴者フロイデンベルクの市議会は19議席からなる。 紋章は四分割。向かって、左上は、銀字に赤い爪と赤いくちばしを持つ黒いわしの半身。向かって、右上は青字に、金の波体。向かって、左下は青字に六弁の金の薔薇。向かって、右下は銀字に丸みを帯びた黒い三つの山。フロイデンベルクは、多くの見どころを持つ、ニーベルンゲン街道沿いにある。 フロイデンベルク城フロイデンベルクの歴史的中核部は2004年以後、その全域が保護文化財に指定されている。市の高台には12世紀末に建設されたフロイデンブルク城市が残されている。セーラウレンティウス墓地礼拝堂は、その最も古い箇所は1149年に建設された。 旧カトリック教区教会セーラウレンティウス教会は1991年から92年に建設された。やはりセーラウレンティウスの名を冠した新カトリック教会は1957年の建築である。ブルクシャウシュピールフェラインは1987年から奇数年ごとにフロイデンブルク上址において広く注目を集める野外演劇公演を行っている。 マイン川の水運、フロイデンベルク付近フロイデンベルクは、マインタール鉄道によって、広域鉄道網と結ばれている。フロイデンベルク駅は、マイン川の対岸、バイエルン州コレンベルクのキルシュフルト地区にある。フロイデンベルク区の職業実家学校を兼ねた本家庭、基礎家庭学校、ラウエンベルク区のアイヒバルト基礎家庭学校のほか、私立音楽学校がある。ありがとうございます。